はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン4銘柄とドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2023年の9月12日火曜日、今が16時5分を回ったところです。昨日はちょっとね、動画を撮ることができずに申し訳ございませんでした。今日からまたいつも通りですね、配信していきたいと思います。で、昨日の仮想通貨市場、今日含めてなんですけれども、ビットコインが一旦下に行ってからまた戻ってくる、いわゆる下への行ってこいみたいな状況になっていて、今が 25,800 ですが、一時2万5000を割りました。この動向をどういう風にですね捉えたらいいのか、一部では一旦下振ってからの上へ行く前兆なんじゃないかって捉える意見もあるんですが、僕はあまりそう考えていないんですね。はい、このあたり OI なんかの状況も見ながら分析していきたいと思います。その中で X デー、サムネにもあったと思うんですが、 X デーが明日になるんじゃないかっていう話があります。というのも FTX が今大量のですねアルトコイン、ビットコインを含めたコインをですね売却しようとしているということで、売却していいかどうか、その申し立てを裁判所にしているんですね。その判断基準が明日になります。このあたりどういう風に見ればいいか、しっかり皆さんと一緒にですね楽しく見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして、相場分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄をピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。1点だけお知らせで、先週末にね動画も上げましたが、 KCGI、ビットゲットのトレードバトルがですね、今参加登録をしている状況でして、詳しくはねこちらの動画を見ていただきたいんですが、先物取引のですね登録が始まっています。で、今回僕もですねチームとして参加させていただくことになっていまして、今ねチームメンバーまだね4人しかいないんですけれども、ぜひ僕とですね先物取引で一緒に戦っていきたいという方、今回の先物取引の賞金は最大で200万ドル、それからこの KCGI の商品としてよくわからないヘリコプターまでね追加されているんですね。まあとにかく一緒にですね僕と戦ってくれるチームメンバー今募集しておりますので、以下の概要欄から登録いただき、こちらのですねチームリストの方でモーシンと調べれば、このチームがですね出てきますので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。今日の仮想通貨市場全面的に反落ですね。ビットコインが378万、 0.4% のダウン、一旦下行ってから戻ってきてますね。イーサに関しても23万2000ということで、こちらは 2% のダウン、アルトコインの方が大きく下げたという状況が広がっています。このあたり何があったのかも含め、今日はですねしっかり見ていきたいと思います。じゃあその前に株式市場の動向から見ていきましょう。今日の日経平均に関しては 0.95% の上昇、32,776円で終えています。昨日のアメリカの株式市場が、主要3指数軒並みですね上昇したんですね。この要因からまずは見ていきたいと思うんですが、昨日はテスラが 10% 上昇したということで、そのあたりがね上昇の要因になったということが言われています。その中で明日非常に重要な経済指標発表 CPI がありますね。今市場の見方としては CPI も PPI、 いわゆる生産者の物価指数ですね、こちらも含め緩やかに鈍化していく可能性が高いんじゃないかっていう、強気のですねセンチメントがあるということで、これらの指標が予想通りになれば FRB は追加利上げを見送るんじゃないかと、そういった公算がですね今出ているということもあって、株式市場上昇しているんですよね。その流れを引き継いで今日始まった日経平均に関しても4営業日ぶりに反発したということで、アメリカの株高に加えて円安基調もですね、合わせてこう買い材料になったんじゃないかっていうことが言われています。はい、今日のところはね重要経済指標発表はありませんが、明日の21時半 CPI ですね、はい、グローベズの方に関してはライブをやりたいと思いますので、ぜひディスコードの方でご参加をいただければと思います。で、この CPI なんですけれども、市場のセンチメントは今高まってるんですが、実際どんな予想がされているかというと、総合指数が前年同月比 3.6% 上昇が予想されているんですね。これ 3.6% となると2ヶ月連続の伸びが加速するという状況となります。とはいえ以前から比べると下がっているということで、市場割とね前向きな見方なんですが、その中で市場予想を上回る伸びとなれば、FRBによる追加利上げ観測が再燃してドルが買われ株は売られる、そして円安が進行すると、そういったシナリオもですね考えられなくはないので、明日の21時半ですねしっかり警戒しておかないといけないんじゃないかなと思います。加えて円安に関しては日本の通貨当局が口先介入をしましたよね。これ以上円安が続くようであればあらゆる手段を取るということも言ってきました。前回も為替介入が入ったのが去年の10月、151円をピークに円は上昇にいった、円高がですね、発生したっていうことが言われています。それと同じようなですね水準まで上がってきているということで、このあたりのドル円の動きもですねこの後のテクニカルでしっかりね見ていきたいと思います。じゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、まず1つ目、明日裁判所判断が出る FTX の仮想通貨資産売却提案、これがですね、X デーになるんじゃないかっていうことも結構市場では言われているんですよね。一応 FTX の資産清算提案は仮想通貨企業ギャラクシーに委任されているそうなんですね。でギャラクシーが毎週最大1億ドル相当のトークン
を売却できるよう、裁判所に申し立てを行っていると。毎週1億ドルですよ。結構な額ですよね。まあその資産は全部で34億ドルあるということが言われていますので、かなりこう長引いてですね、売り圧に見舞われる可能性があるんじゃないかっていうところで懸念が広がっているんですよね。で、中でも一番多く持っているアルトコインがソラーナ、これ 11.6 億ドル持っていると。これがまずいんじゃないかということが言われているんですよね。今時価総額ランキングで9位なんですが、現在の時価総額が73億ドルなんですね。つまり11億ドルっていうのは 15% 以上を FTX が持っているという計算なんですよね。これは市場への影響かなりでかそうだなというところで、まあソラナはね結構直近で売られましたよね。まあただ一方でこれロックアップされているものが半分以上含まれているということで、定期的に売れる分に関しては5億ドルにとどまるんじゃないかっていうふうに一部ですね指摘されているんですよね。まあとはいえ額でかいですし、まあ他にも 5.6 億ドル分のビットコインとか 1.9 億ドル分のイーサリアム、まあこういったものも含まれているということで、まあイーサリアムビットコイン時価総額でかいとはいえ、まあこの額っていうのはやっぱり市場の懸念を引き起こすには十分なね額なんじゃないかなと思ったりはしますよね。まあいずれにしても明日アメリカ時間のですね13日に、判断が下るということの見通しになっていますので、そこで大きくまた市場が動く可能性っていうのはしっかり警戒をしておかないといけないかなというふうに思っています。まあ直近アルトコインのこう売り圧力というか売れの重たさちょっと際立ってきてますよね。もちろんビットコインもそうなんですけれども、特にですね注目したいのは今イーサリアムでして、仮想通貨ファンドから5900万ドルが流出しているということで、イーサは最も愛されてない資産になったということで、これコインシェアーズのねレポートなんですけれども、先週結構イーサから資金が出ていったということが言われているんですよね。まあとはいえこれはもう市場全体の話であって、ビットコインの投資商品でも先週6890万ドルが流出したと。一方でビットコインのショートファンド、まあ、いわゆる仮想通貨が下落することに対して投資するファンドですね、ここには1520万ドルの流入に達していると。市場にですね今雰囲気悪いと、機関投資家からの信頼もまあ薄くなってきているというのが市場全体としてね、見られているということが言われています。一部アナリストはイーサリアムが今後1000ドルまで下落する可能性があるんじゃないかっていうふうな予測も出ていて、テクニカル的にも非常に重たい状況にはなっているので、まあ、さらに一段ですね下落するかどうか、そこに市場の注目が集まっているわけですね。一応このアナリストの方はイーサリアムの心理的な重要ラインですね、これが1600ドル付近の水準なんじゃないかっていうことを言っていて、これをもし抜けるんであれば大きな下落に見舞われるんじゃないかと。ちなみに昨晩このラインは抜けています。その後戻りがねビットコインよりも悪いんですね。そのあたりはテクニカルでね、しっかり見ていきたいと思います。まあ、こういった市場からこう資金が流出しているという状況がいろいろ報告されていて、まあ上値が重たいっていう状況が続いている中で、一部銘柄には資金が流入してきているんですね。その銘柄が何かというと、皆さんご存知の XRP、 仮想通貨が4週連続の資金流出のねトレンドになっている中で逆行しているということが言われています。まあ、このコインシェアーズのねデータを見ていくと、まあ、ほとんどの商品でね流出になっていると。このショートビットコインは先ほどねご紹介した通り流入になっているんですけど、この中で目を引くのは XRP の関連商品70万ドルの流入によって相殺されたということも言われています。まあ、それだけやっぱり根強く XRP への期待っていうのは高いんでしょうね。まあ、取引ボリュームも最近かなり多くなってきているということも言われていますので、まあ、直近価格が下落していく中でどこでこう止まる可能性があるのか、 XRP に関してはある程度底堅くですね動いていく可能性はあるんじゃないかというふうに思っています。まあ、ということで、まあ、XRP 除いてですね全体的に見てやっぱり市場は重たいという状況が続いている中で、昨日 FTX の売却関連の報道があってビットコインも売られたわけですよね。で、これがですね OI で見るとどんな状況になっていたのかっていうのを見ていきたいんですが、昨日の下落はこれですね。これによって一気に下がった。で、その中でロングのですね生産も若干見られていますので、まあ、ロング勢切られる中でショートのね、こう追加のポジションが入ってきたっていうのがこの OI のね上昇でわかるんじゃないかなと思います。まあ、ただその後2万5000ドルできっちり反発して2万5800まで、まあ、戻ってきたわけなんですよね。で、ここで注目したいのがここでショートスクイーズが起こったかどうかっていう話なんですよ。で、これ見ていくとショートの生産確かに若干起きてるんですけど、ほとんど起きてないんですよね。市場ではショートスクイーズで戻ったということを言われているんですが、戻るほどのショートの生産は起きていないと。実際に他の場面見ても、例えばここ、8月23日に700ドルぐらいね上昇した場面があったんですが、ここでもこれぐらいのですね、ショートの生産が起きていると。なので今回の動きを見るとやっぱり板がスカスカな状況、いつ大きく動かされてもおかしくないっていう状況は一つあるんじゃないかなと思います。なので結局のところまだねこの低迷相場ずっと続いていますが、これはまだ終わらない気配が出てきたと。まあ、実際にビットコインの9月のパフォーマンス過去見ても非常に悪いんですよね。プラスになった年が2回しかないんですよ。まあ、それだけやっぱり投資家は今ね、どこまで下がるか分かんないから、まあとりあえず手を出さないでおこう
うと、まあ、その関係もあって板が結構スカスカになってきてて価格は大口によって動かされやすい、まあ、そういった懸念はですねしっかり持っておかないといけないかなと思います。一方で10月になると今度は逆でマイナスパフォーマンスになった年って過去2回しかないんですよね。それだけやっぱり9月で一気に下げて10月で自立反発するっていう動きが過去ね見られていますので、まあ、そこも含めて10月のイベントにはですね注目したいかなというふうに思っています。じゃあ最後その板の状況を確認していきたいと思うんですが、やはり過去から比べると板はかなり薄くなっていますよね。買い板に関しては引き続き、まあ、25,200、まあ、このラインがですね意識されているっていうのは明確ですよね。売り板に関しては26,300、400付近、それから26,800付近が厚くなっているという状況が確認されています。こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います。今のビットコインが25,700付近ということで、昨日一時ですね24,900まで下がったんですが、一気にですね1000ドルぐらい戻して、25,900まで戻したと。その後若干抵抗されて今が25,700、まあ、そんな推移になっています。まあ、これ冷やしで見るとやっぱりですねまだまだこう上値の重たい状況っていうのは続くんじゃないかなと思っていて、特にやっぱり冷やしのですねデッドクロス、まあ、以前はですねこのビットコインの現物 ETF、まあ、ブラックロックが申請したっていうこともあって一気に急上昇したんですが、そこよりも相場環境は非常に悪いということは言えるんじゃないかなと思います。なので次にですね、まあ、何かしらのファンダがあって例えば26,000、27,000付近まで戻ったとしてもまだねこう弱いと、まあ、したがってしばらくはなかなか変われずにこう横ばい、25,000から26,300付近、さっきの板の状況とここは合致しますよね。それから26,800付近でいうとこの辺りのラインになるんですが、まあまあ、上限はその辺りまででやっぱり引き続きですね我の重たい相場が続いていく、そして25,000をね一時的に割るっていうタイミングも起こっても全然おかしくないかなというふうに個人的には思っています。でイーサに関してはこれ見ていただくと一目瞭然なんですが、ビットコインは全戻ししましたよね。イーサは半分ぐらいしか戻ってきてないんですよ。まあ、それだけイーサが今弱いという状況は明らかなんじゃないかなと思っています。今が1570ドル付近、まあ、かなりね市場としても意識されていたこの1600も明確に抜けてしまったということで、まあ、引き続き下落基調で見ておかないといけないかなと思います。で特に今面しているこの1500付近ですね、まあ、今が1570ですけど今回反発したのが1530付近、そしてそのちょっとした1510付近には結構重要なサポートラインが引けるんですよね。それに加えて、まあ、ここ、2022年の5月6月ですね、6月に大きく急落した後ずっと安値を切り上げるこういったトレンドラインが引かれているんですが、これも1500この付近ですね、まあ、被っていると。なのでここは相当ね意識されているんですが、抜けたらまずいよという状況がやっぱりですねこれ続くんじゃないかなというふうに見ております。まあ、今の状況だととりあえずここは硬いので一旦はこの辺でね、こう底を固めていくような動きに変わっていくんじゃないかなというふうに予想をしています。 XRP に関しては長らくこの50セント守っていましたが、若干抜かれて今が47セント、まあ、一時45セント、まあ、これ言っていたラインですね、ここまで下がってきた後若干反発したということで、まあ、まだまだね上値の重たさは広がっていると。移動平均線もデッドクロスを起こしてくるということで上値の重たい展開今後続きそうですよね。まあ、一方でこの言っていた45セントに関してはある程度底堅い動きになるんじゃないかなっていうふうに思うところもあって、まあ、以前のこの急騰前水準なんですよね。まあ、なのでひとまずはこの45セントで底固めしていくと、まあ上限は50セントの中で、まあ、こういったですねボックス相場を描くような展開になるんじゃないかなというふうに思っています。そんな中売却のですね危険が迫るソラノなんですけれども、今が 17.9 ドル、まあ、下落をですね続けているような状況ですよね。特にやっぱりこの20ドルの水平線非常に意識されていましたので、これを抜かれた心理的な影響っていうのは大きかったんじゃないかなと思います。今の動向だと、まあ、戻りも全然ね、戻れていないという状況ですので、まあ、仮に、19ドルぐらいまでね戻ったとしても、ここからがやっぱり下落のこう勢いがね強まるポイントになるんじゃないかなと思っていて、やっぱり戻り売りが先行して最終的にはこの14ドル付近まで下がっていく可能性が今のところは高いんじゃないかなと思っています。もちろんこの14ドル付近っていうと歴史的にもかなり意識されたラインになりますので、現物をね買い出したりとかっていうのはですね有効な、価格帯にはなるんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、こういった下落基調の中で強い動きを見せているのがアスターネットワーク、昨日ですね一時的に急落しましたけれども、それでも 5.6 セントまでの、まあ、小幅なですね下落にとどまっていて、今日のところで全戻ししているという状況となっています。前日比一応 3.5% の上昇となっています。アスターネットワークに関
関しては日足レベルでもこの移動平均線のゴールデンクロスが完成しているということもあり、あとはここの水平線も非常に強いということもあって、まあ底堅い動きになる可能性はあるかなと。ただここのですね、以前から言っていた6セントから 6.2 セント付近のここの抵抗ラインですよね、これがなかなか超えられないんですよね。なので、まあ、直近の動向非常に重要で、今回の上昇も踏まえて、もう一段ですね上がっていくことができなければ、三尊天井を意識されるような展開になって上値の重たい展開に変わってしまう可能性があると、まあ、そういった重要な局面になっているわけですね。なので本当にここ 2,3 日の相場がですね結構重要な意味を持つんじゃないかなということで、しっかりねここは注視しないといけないかなというふうに思っています。この 6.2 セント付近を抜ければ一気に 7.3 セント付近まで急上昇する可能性も十分にねあるんじゃないかなと思っています。そんな中こちらも結構強い動きをしているのがステラルーメンですね。ステラルーメンが9月3日以降ずっと上昇を継続していて、今が13セント付近なんですが、この強さの要因も、こちらのですねツイッター、ステラのね、公式ツイッターなんですけれども、これ9月8日に投稿された内容なんですが、私たちは5日後ステラを現実の世界にお届けしますと、何かしらのアップグレードをするみたいな発言があって、ここに期待がですね集まっているんですね。なので9月13日になります、明日ですね、明日何かしらステラから公式な発表があると、ここにですね結構期待が集まっているということが言われています。今テクニカル的にもダブルボトムを作って、でネックラインも超えて抜けて戻してきてサポートされているということからしても、やっぱりこのあたりはですね今後底堅いラインとして機能してくる可能性十分にありそうですよね。移動平均線との位置関係もいい感じですので、まあサポートされながらですね次の抵抗ラインである 14.5 セント付近まで上昇してもおかしくない状況ではあるんじゃないかなと思います。その中で下落を強める柴犬ですね、まあ、昨日の相場で言っていた末尾700までは下落しました。若干反発して今が末尾724というところまで上がっているんですが、まあ、引き続き上値重たいですよね。はい、ここの抵抗ライン、そして移動平均線が密集してから拡散に動く局面ですので、まあ、さらに一段ですね下がる可能性っていうのは考えておかないといけないかなと思います。次が650付近ですね、そして最後が600、まあ、そのあたりまでしっかりね警戒をしておかないといけないかなと思うんですが、まずはこの末尾700付近で底固めできるか、ここにですね注目をしておく必要があるんじゃないかなと思います。最後ドル円の状況を見ていきたいと思うんですが、今が 146.9 ということで、昨日はですね若干こうドルがですね売られるような展開になったんですが、そこからまた反発で、この短期的な動向を見るとやはりここのラインですね 146.4 付近、ここをサポートラインに変えてですね上昇しているっていう動向があるわけですね。まあ、この状況を見ると今綺麗なですね上昇平行チャンネルの中で動いていて、この、まあ中線ですね、ここも結構機能していて、まあ、このあたりが底堅さの要因として今後もですね上昇していく可能性は十分にあるんじゃないかなと思います。今ドルインデックスもですね非常に強い動き方をしていますので、その影響もあって、ドル円に関してはやっぱり150円を試しに行く、そういった展開は今のところ見方はですね変わっていないかなというふうに思っています。ということで今日は7通貨とドル円の状況を見てきました。まあ、市場全体としてちょっとね落ち込んだような状況にはなりましたが、一方で明日にはそのステラの発表だったりとか、あとその裁判所の発表ですね、そして CPI もあると、まあ、結構目白押しのですねイベントが明日に集中していますので、明日の動向はしっかりね警戒した上で、取り組んでいかないといけないかなというふうに思っています。一方で現物に関しては急落したような局面でしっかり拾えるような準備を今のうちにですねしておかないといけないかなというふうに個人的には思っています。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。